サラさん。それで一体どういうつもり？バレエをやめた。なんでなの？なんであなたが？だって膝を痛めたんだ。結構大きな故障だったけど、その時は復帰できると。私たち故障なんてしょっちゅうだしね。早く治して練習しなきゃって。だけどいくらリハビリしても。それで改めて先生が紹介してくれた信頼できるお医者さんに聞いたら、日常生活は問題ないし簡単な運動はできるって。だけどバレエみたいな激しい運動はもう。そんな、なんでなの？そんなことで諦めたって言うの？そんなこと、私だって諦めたくなかった。ずっとバレエを踊りたかった。でもしょうがないでしょ。今でもまだ思いっきり力をかけると痛いし、使えば使うだけ悪くなる。私の普通に高校生活を謳歌しようとしてるってわけ？私がどうしようとサラサには関係ない。また来ちゃった。サラさん、ひなちゃん。さあ早くあの子のフラグメントを探しに行きましょう。ひなちゃん大丈夫？うん、私が。ひなちゃん、魔物はいないみたいね。うん、なんでひな子が、初めてひな子がバレエをしてるのを見たとき、今までいろんなダンスをやってきたけどそんな風に思ったのは初めてだった。だからこそ勝ちたいと思ってたのに。サラさん、こんなことになるなんて。そんな、ひなちゃん。ひとまず倒してからにしましょう。行くよ。早く倒しちゃおう。よし、どんどん行こう。シュート。
頑張らないと。キブレ、クマさん、どうする？これで邪魔者はいなくなったね。ひなちゃん、お願い。でも、さっきのはひなちゃんがあの子の感情を理解できてなかったからうまくいかなかった。耳を澄ませてみて。どうして、なんで。サラさん、ひな子がいない。何を目標にバレエを踊ればいいの。そうか、この感情は怒りじゃない。バレエのない生活ってどうすれば。そんなの死んでるのとか。私は何を目標に生きれば。この感情は今日